はい、皆さんこんにちは、中島健太です。今日はみんなでやろうよクレヨンアートインクレ好評会第2回ですね。今回のテーマはパプリカです。まあしかしね、皆さんからたくさんの、応募をいただきまして、大変嬉しく思っております。今回もね、前回に引き続き家族で描いてみましたとか、あるいはね、今回好評の最後の方でね、ご紹介しようと思ってますが、上司が書きたいと言ったので、上司の代わりに応募しますっていうのがあってですね、いいですね。こうやってこう、コミュニティが広がっていく、ミンクレコミュニティが広がっていくっていうのはいいですね。まあちょっとね、前回の動画のアップから時間が空いてしまったのは大変申し訳なかったですが、それでは第2回好評会参りたいと思います。まずはエミさん、ありがとうございます。コメント、先生が次はパプリカとおっしゃっていたので挑戦してみようと思いました。前にライブペインティングで先生が描かれていたパプリカを再度拝見させていただきました。ありがとうございます。油絵とクレヨンを同じように真似て描いていいのかなと不安でしたが、どんな色を組み合わせて使ったらいいのか分からなかったので参考にさせていただきました、と。ありがとうございます。エミさんね、可愛いですね。パプリカってね、背景の、字、エミっていう字、ミンクレっていう字、そしてパプリカの絵っていうね、なんか綺麗に構図がね、シンメトリックに収まってて、サイン、ミンクレ、プリカ、そしてパプリカの本体っていうことでね、すごくこうね、シンメトリックっていうのは、まあ、シンメトリックって左右対称のことですね。左右対称にしていただくと構図がね、すごく安定感が出るんですね。なのでパプリカって結構物としてはちょっと不安定な感じがあるんですけど、まあそのね、シンメトリックな構図のおかげで非常にそのパプリカが安定感がありますし、まあ色も可愛いですね。背景が緑色っていうのがね、いいですね。そしてまあしっかりと影も描いてあって、まあ全体に手が入っていてね、すごく可愛らしく描けてると思います。色も非常に綺麗ですし、ちゃんとこう細部まで観察できている感じがするので、まああんまりね、なんかここがダメですね、もっとここはした方がいいですねってことがね、あんまり見当たらないですね。まあ強いて言うならですけど、なんかこう方針円状に少しずつこう集中力が、散乱していた、方針円状に少しずつこう集中力がなくなっていっているのかなっていう感じだけ見受けられたっていう、まあ本体にすごく集中している割には、背景のこう四隅の部分っていうのが、まあ、少し気が抜けちゃってるのかなっていう気はするんですけど、まあそういうものですよね。そのくらいです。なんかすごくこう可愛らしくてオリジナリティもあって、とても可愛らしいパプリカになっていると思います。ありがとうございます。はい、次です。近代さん、あえて背景を暗く多くして、コロナ禍で団結してたくましく生きていく家族のイメージで描きました。画材は桜クレパスですが、細かいところは綿棒使用、24本も使ってしまいました。見たままを描こうと頑張りましたが、やはりクレヨンは奥が深いです。今回長女は受験勉強のためお休みさせていただきました。サインをもう少しかっこよく描きたかったのですが、真面目な性格が出てしまいました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いいですね。パプリカにコンセプトを込めるっていうね、そのコンセプトを込めるっていうのはね、もうすでにアーティストですよね。まあそしてですね、まあパプリカがよく描けてますよね。まあ背景もしっかり描いていて、まあこれだけこうパプリカのサイズに対して背景が大きいと、まあ描くのがね、すごくこう背景を塗る部分っていう作業の部分が多くなったと思うんですけど、まあ集中力を切らさずにね、なんかこうコンセプトをちゃんとこう作品を通して伝えるんだっていうその意志の強さというんですかね、まあすごくこう完成度が高いですよね。オレンジ、赤、黄色、それぞれに非常にこう魅力的に描けてますし、こういう色も綺麗に出てますよね。いいいいですね。近代さんの才もすごくこうしっかりしてて、やっぱり性格が出るんでしょうね。なんかこう作品全体から非常にこう、なんていうんですかね、その真面目な性格っていうのが伝わってきますし、まあにもかかわらずちゃんとこうパプリカ一つ一つの個性っていうものにね、寄り添っていて、まあこの団結を表現するっていうのと、このパプリカのそれぞれのキャラクター性、多様性までちゃんとこう認めてあげるっていうね、豊かさみたいなものを感じますね。いいですね。何か問題があるのだろうか。ない素敵な絵です。次回作も楽しみにしております。
ありがとうございます。次です。ニックネームモグさん、パプリカよろしくお願いいたします。ありがとうございます。背景がね、これ緑色の紙を使っていただいたんですね。あの別の動画で僕はあの呪術回戦をね、あの呪術回戦の敵キャラを描いたんですけど、その時にねグレーの紙を使ったんですね。あの背景のね色、まあ下地の色がね違うだけで全然その描き味、描き上がりっていうのがね違ったものになって、今回のそのモグさんが描いてくださったパプリカもあの黄色と赤で描いてるにもかかわらず、全体的なトーンでいうとこの背景のその緑色の髪の影響っていうのは非常に受けてて、あの統一感が出るんですよね。なのでこうやってその髪の色をあえて違う色を使ってみて、まあその色のトーンでこう描いてみるっていうのも一つ面白いかもしれません。皆さんね、いろんなことにチャレンジしてくださるので本当にあの個性が豊かで面白いです。あのパプリカのね、描き方、これもなかなかその、影に緑色とかを使ってみたりしておしゃれですよね。あのパプリカのこう立体感もよくできてますし、まあ何か言うことがあるとすれば、まあやっぱりその影の部分ですよね。背景に関してはこう緑色で統一されているので、まあある意味これ一つでこう塗る手間が省けるっていう意味でも、まあなんかいいアイディアですよね。ただこのこうパプリカ一個一個が置かれている時にどういう影が、置かれているその机、台なりっていうものに出るのかっていうものをもう少し観察してあげると、より一層なんていうかこう複雑な描写になるかもしれないですね。まあでもアイデアもいいですし、トーンも綺麗ですし、とても素敵な作品になっていると思います。ありがとうございます。それでは次、ペンネームファンホッホさん、男性ですね。第2回ミンクレ配信前に書いてしまっていたので、高島先生のおっしゃられる明るい拝見できませんでした。多分オイルやアクリルなら塗り重ねられると思いますが、クレパスでも可能かもしれませんが、汚れる可能性と労力が途方もないので、次回から明るい背景にします。背景に黒い布を垂らして描いてしまったのが始まりですが、描画風景も2枚目に添付しておきます。ありがとうございます。背景暗いの全然問題ないんですよ。背景暗ければ暗いで重厚感ありますし、まあ、重厚感を出したいのか軽やかさを出したいのか、まあ、そういうその自分の目指している方向で選ぶ色を変えるっていうのが、まあ、絵画の面白さですし、まあ、今回僕のそのミンクレで紹介した背景ピンク色っていうのは、まあ、せっかくこうクレヨンなのでこうパステルカラーの可愛さっていうものを僕は重要視したっていうことなんですよね。今回ファンホッホさんが描いてくれたこの、背景暗めの、パプリカも非常にその結果的に赤と黄色のパプリカっていうものがコントラストが効いて、すごくこう浮き立ってて目に鮮やかでいいですよね。そしてまあ黒で描いてる、黒の布を背景にしてるっていう割にはちゃんとその布の暗さと影の暗さにある黒っていうのを使い分けているので、非常に上手ですよね。この影の暗さと影の暗さと布の暗さをちゃんと分けている。まあ、そして結構ね黒を使うとパプリカの、黄色とか赤とかとの境界っていうのを塗るのがね結構難しかったと思うんですよ。下手すると黒ってやっぱりその他の色を食ってしまう色なので、なのですごくこう丁寧に、ね、塗った作業っていうのが伺えますし、すごくいいですよね。描いてる中身に関してもかなりそのパプリカの、立体感、影の色っていうのを丁寧に見てますし、赤いパプリカに黄色のパプリカの色味が映り込んでるところとかっていうのがすごくこう丁寧に観察している感じがね伺えて素晴らしいと思います。まあ強いて言うならですけども、タッチっていうのが全部こうパプリカに即してこうまあすごくこう神経質に塗ったんだろうなっていうのが見えてきてるっていうのが、もう少しねこれがこうタッチがこう縦横無尽に入ってくるようになるとすごくいいかな。パプリカの中ではできてることが、他の布の部分ではちょっとこう気が抜けちゃってるっていう、だからこの黒く塗ってる部分っていうのを少しこう布のシワなんかを描いてあげたら、よりこの黒さ暗さっていうのが何かっていうのが分かってよかったかもしれません。まあでもすごく丁寧に観察される方なので、布の部分っていうものも観察するんだっていう風に、次回の作品では気をつけていただければさらに良くなるんだろうなという風に思います。ありがとうございます。次です。115初さん、
ありがとうございます。いつもライブペインティング楽しく見ています。ライブペインティングは増渕さんから教えていただきました、小学校から長いお付き合いです。ミンクや先生が上手くなくても楽しめば良いよとのお言葉で応募してみようと思いました。描いてるうちにとても楽しくなって夢中になって子供のようにガシガシ塗ってしまいました。ありがとうございます。まあ本当にね、一番大事なのは楽しむことです。上手に描こう、まあ上手に描けたらいいですよね。まあそれはそれでいいんですけど、まあでも別に上手に描けなくたっていいじゃないですか。塗るのが楽しければいいじゃないですか。まあ描くことが楽しければその楽しさをみんなに自慢すればいいじゃないですか。というわけで、今回の、作品、ガシガシ塗ってる感じがしてすごく可愛いですね。黄色ガシガシ、赤ガシガシっていう感じが伝わってきて、すごくこうなんかやっぱり楽しんでる感じっていうのはね、技術とは関係なく伝わってくるんですよね。なので非常にこの赤い、パプリカ、黄色いパプリカガシガシ塗ってなんか塗るのが気持ちよかったんだなっていう感じがすごく伝わってくるので、まあ影の色がないとか立体感がないとか技術的なことを言えば いろいろとあるんですけど、何よりもやっぱりこの絵が素敵なのは、描いてるご本人が楽しんでる感じっていうのがすごく伝わってくるってことですね。それにまあ、パプリカ、2つ、それが置いてある影まだ見えてるので、今度次を意識するとしたらパプリカの中にある影っていうものも意識してあげるとよりいいかもしれません。でもね、楽しんでるってことが伝わってくるっていうのが何よりも名画の、要素なので、その要素を満たしているという意味で今回の、11583の作品はとても名画だと思います。次です。大頭美穂子さん、前回リンゴの好評を親子でしていただきありがとうございました。今回もどうぞよろしくお願いします。パプリカの重厚感がなかなか出せなくて今回も5枚目です。アドバイスのポイントを意識して色が飾りすぎないように描きました。こんなにパプリカと向き合ったのは初めてです。今回もありがとうございます。こちらこそありがとうございます。5枚も描いていただいて5枚描いたからでしょうね。めちゃくちゃ綺麗ですね。まあ、僕のアドバイス通りこう背景をピンクにしていただいたりして、ただね、まあ、僕超えてますねものすごくね、毎回ね、繊細さがね、素晴らしい。よくこんなに繊細にクレヨン、使えるなっていうふうに驚かされます。タッチの数っていうのもすごくこう細かく刻んでるタッチと、大胆にこうあれですかね、これはクレパスのお腹の部分ですかね、こう先っちょじゃなくてこの腹の部分を使ってたりするんですかね。非常にこうタッチが複雑で、まあ見ていても楽しいですよね。そして赤いパプリカ、黄色いパプリカ、そこに落ちる影の色っていうものを、赤いパプリカは青、黄色いパプリカは黄緑色、こういう風に描き分けてるところもね、素晴らしいですよね。本当に作品になっていて、そしてサインはね、ちょっと紺色でワンポイントアクセントがついている。これはね、もうぜひこう友達に自慢していいと思います。まあ本当にその何がきっかけかはともかくとして、非常にその大頭美穂子さんの作品、見たら驚く人多いと思いますのでね、ぜひお友達に自慢していただければいいのではないかなと思います。そして娘さん、親子でありがとうございます。こうやってね、本当にご家族でね、楽しめるのがミンクレのね、いいところですから。クレヨンもう一回言いますよ、Amazon でクレヨン500円、スケッチブック500円ですからね、ぜひ親子と言わず、友達と言わず、まあいろんな人とね、まあこんなコロナ禍ではありますから、なんかこう一緒にやれる、まあ絵描くのって黙っててもできますから、別になんかこうみんなでやってもね、そんな問題ないですからね、ぜひ気軽にチャレンジしてみてください。大頭さん、大頭彩香さんですね、ありがとうございます。まあ本当にね、なんかこうお母さんとはまた全然違ったキャラクターで、なんか親子だけど全然こうやって個性が違うっていうのが非常に面白いですよね。お母さんの繊細な絵に対して、彩香さんの大胆さっていうのはね、すごくいいですよね。背景の色、パプリカの描き方、それぞれね、僕のアドバイス聞いてくださってるのに、こんなにこう描かれるものが違うっていうのが、パプリカ一つでこれだけ表現されるっていうのはね、面白いですよね。僕もなんかこうミンクレ好評会まだ2回目ですけど、非常に毎回楽しみになってきています。まあ、そしてね、この彩香さんの持ってるこのね、力強さっていうのが、ね、すごくいいですね。パプリカがものすごくこうエネルギッシュ、これ食べたらめちゃめちゃ体にいいんだろうなっていう感じがするので、そういう意味ですごくこうパプリカのリアリティっていうのが出てていいと思います。その理由っていうのが、
まあ、おそらくこう赤いパプリカに入っている影の強さ、結構ねこう強い色を入れるっていうのは、おっかなびっくりになっちゃう。僕なんかね結構ね、臆病なので影に強い色を入れるってねドキドキしちゃうんですけど、そのねこう影に強いこう、これ何色なのかな、まあ、紫とかだと思うんですけど、かなりこうグリッてこう入れられるっていうのが彩香さんの作品のね良さだと思いますので、ぜひこの良さっていうのをねどんどん活かしていっていただけたらと思います。ありがとうございます。そして次、おエミさん再びですね、桜クレパスとダイソーの24色クレヨンで人参を描いてみました。光の当たり方の場所はそこの位置がいいのか自信ないです。あとキャロットの字が大きくなってしまいました。というわけで、パプリカから派生してキャロットが来ましたね。さっきのパプリカと今回のキャロットのね構図がねシンメトリックで一緒なので、これね一緒に展示したら、一緒にねこうフレーミング一緒に額に入れてあげたりして一緒に展示してあげたらすごく可愛いのではないかなと思います。ミンクレの度にねなんかこう額装してあげて、画用紙のサイズを統一すれば額が1個とか2個とかでも使い回せますから、自分の描いた作品をぜひねご自宅なりどこかなりにね額装して飾ってあげてください。額なんかね結構オンラインでも買えますし、世界堂とかでも売ってますし、ぜひね自分の作品を額装してあげるとより一層ねなんかこう私が描いた作品、僕が描いた作品結構いいじゃないっていう風に思われる方が多いと思いますし、ぜひねお友達に自慢して、そしてみんなでミンクでやりましょう。ありがとうございます。次です。ふみさん、先日の公表会では丁寧に教えていただきありがとうございました。前回教えていただいたことに気をつけて首をかしげながらも楽しく書くことができました。最後のサインまでも悩んでしまったのですが、サインを書く際のポイントなどありましたら教えていただけませんでしょうか。先生でしたらどちらに書かれますか。拙い作品ですがよろしくお願いいたします。拙くたっていいんです。そしてそんなに言うほど拙くはありませんとても綺麗ですね。すごくいいのは、作品をなんかこうちゃんとこう全体で意識してる、四隅に向かってこう集中が抜けていくっていうんじゃなくて、ちゃんとこうここまでが作品ですよっていう風に意識して描いている塗り方の丁寧さっていうのは非常に好感が持てますね。作品ってやっぱりこう一枚の紙の中にあるもの全てが作品なので、ここまでが作品ですっていうことを意識しているふみさんの描き方っていうのは非常にいいと思います。サインもねこれあえて逆にこう今回その作品はここまでですっていう余白があるので、その余白の部分にふみって書いてたら、もしかしたらねなんかよりなんかこうサインがこう際立って良かったかもしれないんですが、まあ字もとても綺麗ですし、なんかこうキメの細やかさみたいなものがねすごくこう作品から伝わってくるのは、非常にそのパプリカの赤いパプリカ、黄色いパプリカ、そして茶色い床、どこもね色が混ざってない、すごくこう丁寧に描いたんだなっていうのがねすごく伝わってきますね。ただ一方でその丁寧さゆえに全部が赤、黄色、茶色、緑って分かれちゃっているっていうのがちょっとだけもったいなくて、もし次作品を描くことがあればちょっとそこがねなんかこう床の茶色さがパプリカの赤に少し混じっちゃった、黄色のパプリカにちょっと混じっちゃったみたいなところがあると、逆にそれがねこうつなぎみたくなって絵の統一感につながるかもしれないですね。でもすごくなんかこう丁寧で繊細で素敵な作品だと思いますよ。ありがとうございます。ペンネームマリオマウスさん、初めて投稿させていただきました。幼い頃以来久しぶりにクレヨンを握りました。幼稚園児みたいな絵になるかと思いましたが、お菓子や影をつけるのが楽しくクレヨンの楽しみを発見しました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お、かわいいですね。なんかすごく素直にその僕の言ったことを守ってくださってる感じがして、なんかとても久しぶりになんか絵を描いたっていう感じはしないですし、まあ少なくとも幼稚園児にここまで上手な絵は描けないですよね。非常にそのパプリカのね、立体感なんかもよく描けてますし、あと何よりすごいなと思うのは、パプリカの奥にある机の端からパプリカまでの空間感をねちゃんと描けてるんですよね。机の台が向こう側にあってパプリカがこっち側にあってっていうところまでねちゃんと意識されてるので、まあ、多分ねマリオマウスさん絵描いたことある方だと思うんですけど、
そういう空間性っていうのを非常に意識できているってことが素晴らしいなと思いました。なんかぜひ次回作も楽しみにしておりますので、気軽にミンクレお付き合いいただけたらと思います。ありがとうございます。ペンネーム、あー、これはあれですね、多選の作品ですね。日頃よりライブペインティング、日頃よりライブペインティングやファンサイトを楽しく拝見しております。今回のミンクレのお題のパプリカ、せっかく我が家には中島先生の可愛いパプリカがあるのにどうしても描けず、すると美術鑑賞好きの上司が私が描いてみようかなと先生の YouTube チャンネルを勧めたところ、最近よくアーカイブを見ているとのこと。ありがとうございます。そのような理由で今回は上司の依頼で代で応募させていただきます。というわけでありがとうございます。上司のケイシさんですね。いいですね、こういうなんかこう横のつながりどんどん生まれてくるといいですね。ぜひ本当にクレヨンね、何度でも言いますよ、 Amazon でクレヨン500円、スケッチブック500円、あで1000円です。100円ショップでも大丈夫です。というわけでぜひあの気軽に進めてみんなでやって、意外とあの人に書かせたらそんなにうまくなった、あの人に書かせたら思った以上にうまかった、そういうこともあると思いますから、ぜひ気軽にねやってください。コロナ禍でも黙ってても絵は描けます。おすすめです。というわけでね、上司ケイさん男性54歳っていうね、もうそれを聞いただけでね、この書かれたパプリカになんか渋みを感じませんか。渋い、あのタッチもね、なんかこう男臭いそこがいい、あのすごくね、あの良くも悪くも繊細とは言えない、繊細とは言えないんだけど、だけどなんかタッチに深みがある。これはなんででしょう、やっぱり54年生きた男性だからなんじゃないでしょうかっていう勝手な偏見とともにね見てしまうんですが、そういうなんかその方にクレヨンを描いていただけたっていうのが何より嬉しい。まあそしてですね、なんでしょう、こう久しぶりにこうクレヨンを握って描いてみた感想、ぜひね上司ケイシさんにね聞いてみたい。きっと楽しかったんじゃないかなっていう、なんかやっぱりクレヨンを握った瞬間に帰る童心ってね、誰しもあると思うんですよね。なんかすごくこの、 あの渋いタッチの中にも楽しんでる感じっていうのが伝わってきてすごく嬉しいです。ぜひ続けていただきたい。次の作品、上司ケイシさん、あのお待ちしておりますので、まあ、あの推薦していただいたね、中井さん、ぜひ次は中井さんと上司さんで一緒にご応募いただければと思います。というわけで、ミンクレ好評会第2回パプリカパート1、お付き合いいただきましてありがとうございました。